どうしたんです？大丈夫ですか？何をしたんだ？これでもう彼は動けない。もう目も見えない、耳も聞こえない、指一本動かせない。ただの生きた人形さ。人の姿をしてないだろうね。お車が参りました。行くよ。イベさん、すまねえ。だけどこれだけは信じてくれ。俺の命にかけてエイジには指一本触れさせねえ。約束する。バナナフィッシュか。確かにあの薬なら人騒動起こるのもうなずける。君の働きは私から兄によく伝えておこう。君の将来は我々に任せてくれたまえ。勘違いしないでくれ。俺はこいつのそばを離れる気はねえ。よう、久しぶりだな。とうとう犬になり下がったってわけか。言葉に気をつけろ。まあいい、そいつを渡してもらおうか。断る。アッシュが知ったらさぞ苦しむだろう。自分のせいでこいつが昔の自分と同じ地獄に落ちるんだからな。こいつから引き離そうってんだ。今すぐ喉が。もちろん俺も後を追う。一人じゃ行かせられねえからな。大事な手土産を死なせたらお前の立場もなくなるぜ。やれやれ、彼は本気だ。車椅子を触んな。何もいらねえ。エイジ、許してくれ。もしゴリツネの野郎がお前に妙な真似をしようとしたら、必ず俺がこの手で。翔太ウォン、君もご苦労だったね。お前はなぜここにいる？僕も君たちと同じ立場さ。あなぜ！イエル、彼を起こせ。俺がわかるか、サムライボーイ。はじめましてだね、坊や。危ない。まだ筋肉にしびれが残ってるはずだよ。ユーシス、君も捕まったのか。どこまで間が抜けてやがるんだ。アッシュもとんでもねえお荷物抱え込んだもんだ。アッシュを裏切り、お前をここへさらってきたのはこのお方だ。君は足を裏切るわけなんかない。嘘なんだろう、翔太。無論お前にもな。